はい、皆さんこんにちは、佐藤です。今回ですけども、またまた、メダカのお友達の飼育場にお邪魔させていただいております。で、今回お邪魔していますのがこちら無限メダカさんの飼育場になります。ということで、無限さん、本日はよろしくお願いします。ようこそ。無限さんと、お知り合いになったのは、今年の春ですね。まだ1年経ってないですね。で、無限さんはなんかこんだけね、もう今見ていただいてもこんなずらーっと容器あるんですけど、まだ飼育歴でいうと1年と4ヶ月ぐらいかな。4ヶ月。そう、コロナになってから、何しようかなって思った時にメダカやって、1年ちょっとでね、この量やばないですか？ご家族には怒られたりしないですか？ギリセーフね。ギリセーフ。ギリセーフ。後ろにね、奥様もいるんですけど、よくご夫婦でいろんなイベントなんかにも行かれてて、まあ、メダカ大好き無限さんの飼育場、今回は見せていただこうかなと思います。ということで行ってみましょう。はい、ということで、じゃあちょっと見せていただきたいんですけど、まずこれ、まずね、1、2、3、4、5段ですか。5段。すごいですね。だいたいいろんなね、僕もお家にお邪魔させていただいたりするんですけど、3段、まあ言うて4段ぐらいが多分皆さん、そうですかね、5段はね、初めて見ました。マジで、5段です。全部これ品種も分けてるんですね。そう、1品種でもこう大きさによって分けたり、分けたり分けたり、はいはい、とにかく容器の数が増えてしまう。ここのずらーっと並んでるこのエリアで、品種でいうとどのぐらい今知れてますよ。これ何種類ぐらい？17、8ぐらいかな。いやでも多いですよ。じゃあどんなちょっと品種がいるか簡単にご紹介していただけますか？俺が？まあもうね、それはもうおすすめ品種とかね、見せていただきたいですけど。いやいや、もうこの辺はもう3色。はいはい。はい、ラメ、大外光、ちょっと。あ、ちょっとまた、後で動画別に撮ったり、写真撮ったりするかもしれないですけど、こっちが3色、タイガイコはこっち、ね、これはラーメン。こっちはラーメンですね。あ、でこっちがタイガイコ。この辺がもうタイガイコ。みんな元気ですね。元気やね。今日はもうちょっと天気がいいから余計。そうですね、だいぶもう10月入りましたけど、今日はすごい暖かいんで、ね、朝じーっとしてましたよ。あ、やっぱりね、もうだいぶ気温が下がってきて、はいはい、僕の好きなんで、これも変わってんねんけど、まあまあ、三色ラメとリアルロングフィートみたいなやつ。ああ、これは、無限さんのところで掛け合わせしたやつですか？これは表現出てないやつを合わせたんですけど、F1 の、そうそうそう、はいはいはい。この辺は、プラチナセイガのリアルとか、あとはオーロラキラメ。おー、あ、綺麗ですね。あまり見えへんかな、龍華って沖縄のね。これはめちゃくちゃ元気なんですよ。横のラメも多くて、結構いろんな表現リオルから、なんか青っぽいラメの子もいたりするし、なんか体半分だけオレンジとかね。確かにこれ綺麗ですね。あ、豊脚の翼、豊脚の翼をね、いいですよね。いやもう佐藤君得意なやつ。いやいや、得意とかないですよ。だから、まあ、僕は好きなだけでね、これ僕好きなんですよ。ああ、紅三色歌舞伎、はいはいはい、歌舞伎表現。まだまだちっちゃいけど、1.5 センチぐらい。ああ、これからですね。このね、紅玉とかもね。ああ、いいですね。あ、紅玉も、なかなかね、上物出るのが少ないからね。いやいやいや、そこが楽しみの一つやねんけどね。まあでもそうですね、
なかなか難しいっていうのがね、こだわるポイントでもあるし。ここになんか龍華と雷光 F2 っていうのもいますね。まあまあ親は抜いてあるから、はあ、これはまあ船外というか、あ、はあ、はあ、はあ、あれやねんけど、でこれはなんかどんなメダカちょっとできたらいいなとか狙ったのがあるんですか？シュアカブラックリムのラメ、うん、ラメの綺麗なやつ、結構綺麗な龍華、綺麗なラメの龍華をかけてるんで、若かったらやっぱりブラックリム、ブラックリムって成長があれやね、時間かかるね、ブラックリム乗ってくるの。ブラックリムってなんか難しいイメージありますね、なかなか急に化けたりするから、あ、そこも楽しいかなと。確かにここからもっとこう、うん、リム表現が上がってくるかもしれないですね、うん、そうやね、うん、そうやね、楽しみな掛け合わせですね。しかも光体系かけてるんで、うんうんうん、うん、それも楽しみね。ここのね、あの飼育場もエアレーションもなしなんですね。エアレーション僕はしないね、うん、なんか、はい、室内やったらやっぱりする。あ、風当たって、はいはい、結構水も動いてるんで、うんうんうん、そう、でもちょっと密な日もするから、うん、ちょっとは欲しいかなと思うけど。ああ、ね、確かに結構 NV13 ですよね、うん、に多いとこだと20匹以上は入ってますよね。もっといるか、30とかいるか、うん、でもここもすごい、そのそこに糞とかも溜まってないし、うんうん、やっぱこまめにこまめに、そうやね、掃除はしてるね。水変える時とか、うん、その全替えですか、どういう感じでやってますか、その水の。もう完全リセット。あ、もう全替えですね。全替え、うん、綺麗に洗います。あ、洗うんですか？全部洗う。へえ、全部洗う、うん、そこはちょっとこだわりポイントですね。じゃあ、やっぱりこう綺麗な水で見るのが好きやから、はあ、ただそれだけ。あ、まあ、そのグリーンウォーターよりはこういう綺麗な水で。僕はね、僕はそういう、うん、なるほどなるほど。結構ね、これ国道に面したところなんで、はい、こう見に来てくれるわけ。ああ、近所のおじいちゃん、はい、おばあちゃんであったり、はい、ご近所の子供とか、うん、その時にやっぱり綺麗な水でこうやって見てもらった方がいいかなっていうのも。なるほど。多少ある多少あるね、こんだけ綺麗にされてたら、あのそういうご近所さんとか見に来てくれる方も喜びますよね。メダカやっぱね、綺麗に見えるし。そう、まあ、僕がメダカの気持ちになると、うん、綺麗なところですみたいなっていうのなるほど。僕すぐにこうメダカの気持ちになって考えるのが多くて、はいはいはい、うん、僕やったら糞だらけのところで住みたくないなるほど。なんていうか、うまく言えへんけど、おうおうおう、うん、綺麗なところで住みたい。なるほど。まあ大事なことなんで、2回を。まあ僕がこいつやったらどう考えてるみたいな、メダカから教えてもらうことが多い。なるほど。もちろん人によっていろんなグリーンウォーターで買う買い方とかいろいろあるとは思いますけど、無限さんのとここうやって見せていただいて、まあみんな元気ですもんね。そうやね、今のところ、うん、そうやって飼い続けられた子たちって多分そういう環境にね、慣れてきて、うん、みんな元気にしてるんでね、それも一つのあの飼育方法の形なのかなとは思いますね、うん、なるほど。この上は全部張り子ですか？そうやね、まだ張り子、はい、うん、もうちょっと産卵も止まって、産卵シーズンは、うん、まあ今こうやって産卵床入ってますけど、うん、どんな感じで採卵したりしてますか？例えばこの何日経ったらこっちに入れてとか。そう、僕はとりあえず取って、はい、振ります。振るんですか？なるほど。2回振る。振んで、もしついてたら、はい、いちいち手で。あ、手で。手で取る。あ、手で取って。こっちには何かそのメチレンブルー入れたりとか、うん、もう特にしてない。特にしてない。おお、うん、もう家も与えないし、うん、そう。じゃあもうただの水道水にポチャンポチャンポチャンで、ここで孵化させて。そうそう。どのぐらいまでここで育てたりするんですか、その孵化してから。それも特に決めてないけど、うんうん、まあ3週間、あ、うん、ぐらいは、3週間分は入れる感じ。
あ、3週間分ぐらい入れるは入れる。ああ、そうそうそう、まあまあ毎日バンバン産むやつは、うんうん、まあ、2週間であったりするけど、うんうんうん、そう、そんな感じかな。わーって孵化してきたら、うん、大きい子出てくるじゃないですか。大きい子出る。それはとりあえずここで孵化した子は 2,3 週間経ったら NV13 に、あ、全部入れる、ジャバンして、でまたしばらく経って、はい、大きい子はまた抜いていく感じ。あ、そこから抜いていく。そう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 。ああ、そういう感じ。この中では選別しないね。あ、そうなんですね、うん、だから1ヶ月以上経たんとしないかな、うん、僕は。そうそう、結構ね、この狭いところで飼ってると大きい子がね、ちっちゃいのつついたり食べちゃったりするしてくるんですけど、それまあする前にもうこの大きい方に、まあ、2,3 週間で大きい方に移して、ね、そっからね、はいはい、うん、なるほど。あとね、このこっちなんですけど、そうそう、水槽、この水槽をねちょっと見てください。これちょっと2m、 2m、 うん、手作り、手作りの水槽なんですよ。これね、すごい作りもしっかりしてるし綺麗だし、これなんかお家に合ってますよね。ちゃんとこの黒い感じとね、デザインもいい感じです、ね、合ってる。いや、いいと思いますけどね。色は合ってると思う。うんうん。なんでそんな天の尺な感じになるの急に。え、これはどんな感じで作ってるんですか。ちょっとどんな感じ、どんな、なんかね、うんうん、まあ、うちすごいもうあのビニールシートで、あ、そっかそっか、そう作ったんですけど、これ中が、これ僕普段畳職人やねんけど、はい、これ畳に使う芯、スタイロフォームっていう、はいはい、ホームセンターに売ってるけど、はい、それを切ってコーキングして、うんうん、あのスポッてはめてるだけ、あ、うん、枠の中にはめて、そう、それね、僕がメダカ買いに行ったメダカ屋さんが、はい、正面にこれ作っておいてあったの。あ、パクった、パクった速攻パクったいいなと思って。いや、でもこれいいですよね。そうそう、あとここちょっと気になったのが100均のゴミ箱ですか。そう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 、これはもうゴミ箱。なんかね、容器もいろんな容器をちょっとこう細かく見たらね使ってて、うん、NV とあのあれも取っ手がついたパン入れるんですよね。でゴミ箱も使って、へえ、ちょっと素材が薄いねんけど、はい、うん、まあでも全然夏もいけてたし、あ、ちょうど日陰になるんですよ、はい、朝ちょっと日当たって、うんうんうん、そうそう、だからこれでいけるかなと。これはもう本当にワンペアとかツーペアとかそのぐらいですか。そう、もうトリオワンペアぐらいで、はい、僕はねこの10リッターバケツで行きたいんだけど、最低でも、はい、これ結構取るんですよ、 1.5 倍取るんですよ。ああ、水量も絶対こっちの方がいいとは思うねんけど、うんうんうん、まあまあとりあえずこれね、あ、コンパクトでいいじゃないですか。品種がねこれだけたくさんいたら、これでも半分に減らしたから。あ、そうなんですか。だから多い時はこうするんですよ。なるほど、もうピラミッドでこうしたら半分に減るからそう、すごいですね。しょうがないんで。なるほど、そういう飼育ですね。でもちょっとしたねそういう工夫がいろんなところにされてるっていう感じですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。はいはい、じゃあまだまだ飼育場があるみたいなので見せていただきたいなと思います。はい、直売所に出すメダカとか、はい、イベントに出すメダカとか、うんうん、主に飼育している場所、はいですかね、あとミックスメダカを飼育してます。なるほど、はい、何品種ぐらいここには飼育されてるんですかね。ここだけでも25品種ぐらい、おお結構いますね、はい、じゃあちょっとメダカをいろいろ見せていただきたいんですけど、なんか面白いメダカ、おすすめのメダカとか、どんなメダカがいますか。光体系が結構好きなんで、はいはいはい、はい、まあ、この CB キングとか、おー、うん、CB キング、そう、まあ、横見で見たら可愛いですね。はい、はい、他には光体系どんなの見てますかね。あまり見ない天性、あー、はい、あとつぼみもね、あーつぼみ黄色って可愛い、あー黄色可愛いですね、へー、はい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 、あとは他にいるの、結構みゆき系のメダカも
多いですか。そうやね、うんうんうん、これ気に入ってるんですけど、リンコホワイト、はいはい、あ、リンコのホワイトタイプ、あ、綺麗ですね、いいでしょ、あ、すごい綺麗、見ていただきたいんですけど、これももう作ったんですよね。自作やね。自作で、自作やね、すごいですね、はい。もうこれだけでなんかあの販売所みたいな感じになってますけど。ここはどんなメダカがいますか。ここはちょっと結構掛け合わせしてたメダカとか、はいはい、うん、結構。あ、確かにちょっとここにね全部ラベリングされてるんですけど。ちょっと F1 なんですけどね。うんうんうん。うん、こちらは。これはもうミックスメダカメイン。はい、はい、とりあえずここは僕の仕事場で毎日来るとこやねんけど、はい、うんうんうん、とりあえず飼育のポイントはやっぱり観察、はい、うん、やっぱりね常にこう見てあげるっていうか、うんうんうん、まあ、好きで見てるんですけど、はい、うん、それが一番大事かなと。その調子が悪い時とか、まあ、病気とかそういうのも見つけやすいってことですかね。そうやね。あ、水替えは大体どのぐらいのペースでやってるんですか。ね、そこも僕こう決めてないというか、うん、はいはい、普段からねそうやって、綺麗な水で買ってあのメダカの調子とかこまめに見てるからこそそのールーティンで決めずに ね、 そ, うやね、うん、そろそろ調子崩しそうってその前にっていうのでこう水変えてる感じですかね。そしたらう、ね、うん、どうしてもこうメダカって増やすの楽しいから、うん、増やすためにはこうしてああしてとかって、うん、ね、やり方、まあ、追求するのも、まあ、もちろん趣味の楽しみの一つですけど、はいはいはい、まあ、そうやって固くなりすぎてね、うん、辛くなっちゃう人もいるじゃないですか。あのメダカ飼ってる方、はい、ね、それでねやめたくないんで、うんうん、常に自由にそんな感じで飼育してます。あ、いいですね、はい、うんうん、いや、めっちゃいいと思います、うん、仕事場の近くの飼育場でございました。すごいですね、もう仕事場の隣にこんだけメダカ買える人ってなかなかいないですよ。どこにいてもメダカみたいにね。いやじゃあ次の飼育場も見せていただきたいと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。皆様のチャンネル登録・高評価が励みになります。メダカチャンネルの他にも釣りチャンネルもやっていますので、釣り好き魚好きの方はぜひそちらもご覧ください。